どうも、アキです。パワプラアプリやっていきます。はい、今回はですね、こちらのメジャー狙い撃ち大ガチャを30連引いていきたいと思います。まあ、久々のメジャーキャラ、全キャラクターの復刻ということで、まあ、もちろんね、よく使う阿久津の、解放を進めたいというのと、あとはやっぱりね、ゴロウとカオルですね。この二人まだ持ってないので、引けるといいなと、特にカオル引けるといいなと思います。はい、今回は PR 以上1枚確定で PR 確率アップ。で、まあ本当にね、昔から僕の動画を見てくださってる方はご存知の通り、僕は本当にメジャーキャラ引けないです。はい、この間ね、トシ君引けて運よく一気に45まで持っていけたんですけど、他本当に通算引けてないので、ちょっとそこは頑張りたいですね。まあでもあれか、ギブソンジュニアも引けたし、当初ほどではなくなってきましたかね。はい、ただもうあのスタートダッシュね、230連で阿久津しか出ないというね、悪夢もありましたので、ここからまた、巻き返していきたいと思います。ではやっていきましょう。30連。ゴー。いや、阿久津があとプラス1されたらね、初期評価変わってくるんで、まあ、プラス1と言わずプラス3できれば嬉しいですけど、阿久津の PR 来い。SR 来ないのであれば、阿久津の PR。おー、似てる。眉村と阿久津ちょっと似てる。お、来た！ナイス。顔が。さあ、行こう。似てないか。さあさあ、オッケー。まあいいでしょう。阿久津来たんでよし。さあ行きます。2回目。赤背景。来ない。いいよ、じゃあ PR 阿久津。PR の阿久津。トシ君、もうプラス5になってる。ミサちゃん持ってない。おいおいおい、トシ君ばっかり出るね。トシ君ばっかり出るね。まあまあ、おねくんいいでしょ。さあ、ラスト1回行きましょう。僕の中で30連やったら SR1 枚出てほしいっていつも感じなんで。さあ、SR も来てほしいな。さあ、ぐぐぐ、赤背景来い、赤背景来い。にゃー。まあ、こういう時もある。こういう時もある。オッケーオッケー。ただ、PR 引ければいいよ。よーし、阿久津。阿久津2枚来たか、これで。さすがに阿久津に大丈夫博士を使うってわけにもいかないんで。ここはもう混ぜましょう、普通に。混ぜ混ぜしましょう。さあやっていきましょう。阿久津くんね、阿久津くん。今のところどうやって見ればわかりやすいかというと、例えばキャラ名とかで見ればわかりやすいのかな。メジャーがどこにあるかというと、メジャーもっと下かな。ここがダイヤのエースですね。ダイヤのエースは逆に本当にライチ以外大体持ってるんじゃないかっていう感じになってます。薬師は、真田、三島、ライチ、秋葉かなっていうところで、肝心のライチだけ持っていないと。で、聖堂4人は、ハルッチ、エイジュン、みゆき、あ、古谷持ってないですね。はい。で、薬師、次、稲実が、メイ、白川、カルロス、ただの全員持ってますね。で、3年生が、ジュンさん、鉄さん、マスコ先輩、りょうすけさん、丹波さん持ってないな。丹波さんと、あと誰か持ってないかな。じゅんさん持ってるでしょ。まあまあ結構揃ってるってとこですよ。に対し、メジャーが、SR 持ってるのが、草野、阿久津、ギブソンジュニアの3名のみということでね。ここ増やしていきたいんだよな。もちろんメジャーで育ってきた世代ですからね。はい。ちょっといらない話しましたが、解放進めていきましょう。さあお願い、どっちか通ってくれ。どっちか通ってくれ。いくよ。どっちか通って、初期評価、お願い。阿久津いつも初期評価手こずるの。お願い。うわマジかよー、マジかよー、マジかよー、マジか。これはちょっと何か辛いものがありますね。はい。いやー、ちょっと今心に傷を負っちゃったわ。まあ、解放はゆっくりですね。まあ、今後も引き続き頑張ってやっていきましょう。はい、ということで、おねくんの姿もちょっと見えたんで、おねくんやっていきましょう。おね PSR 持ってるけど、SR プラス5になったら、果たしてどうしようかな。そこちょっと最近悩んでるんですよね。おねくんプラス5になった時に、どうするか。あー、おねは来た。阿久津の方が来てほしかった。阿久津の方が頻度高いからな、使う。こんなもんかな、今回は。あ、小平もですね。はい、最後にじゃあ小平やって終わりにしますか。
小平だけかなと、まあ、一応 0.5% の立川もあると。いやー、皆さん今回のメジャーガチャは引きましたか？ぜひコメント欄の方に書いていっていただければと思うんですけど、まあ、やっぱ PR 確率アップはね、SR が出る確率はそんなに高くないかなと。うわー、阿久津以外が成功していく思います。ただこうやって僕みたいに解放をね狙いたいとかいう場合は割と引いてもいいと思うんですけど解放は辛いね。今回もご視聴いただきありがとうございました。この動画が良ければぜひともチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。パワプロのねガチャ動画大好きだよっていう方はぜひグッドボタンで慰めていってあげてください。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アディオス。